ライマン・スピッツァー、ライマン・スピッツァー・ジュニアは、アメリカ合衆国の理論天体物理学者。プラズマや生漢物質の研究で知られる。周回軌道上に、宇宙望遠鏡を建設することを最初に提案した一人でも、あり、2003年に打ち上げられた、NASA のスピッツァー宇宙望遠鏡は、彼の功績を称えて命名されている。オハイオ州、トレドの生まれ、フィリップスアカデミーから、 イエール大学へ進み、1938年プリンストン大学のヘンリー・ノリス・ラッセルの下で博士号を得た。ハーバード大学、イエール大学での研究、戦時研究の後、1947年にラッセルの後を継いでプリンストン大学の教授、及び同大学天文台の所長となった。プラズマ物理学の基礎を築き、生漢物質の研究を、 マーティン・シュバルツ・シュルトラと言った。アルゼンチンでロナルド・リヒターが制御熱核融合実験に成功すると、これを受けて制御熱核融合炉の実用化を目的としたプロジェクトマッターホルンを立ち上げ、後にこれをプリンストンプラズマ物理研究所に発展させて自らその所長を務めた。その一方で、早くも1940年代から宇宙望遠鏡の開発を提案し、 これが1990年に実現した初の宇宙望遠鏡、ハップル宇宙望遠鏡への伏線となった。1997年にニュージャージー州プリンストンで亡くなり、同地の墓地に埋葬されている。登山家でもあり、1965年にカナダのトール山への初登頂に成功している。ありがとうございます。